兄ちゃん、学校行かないの？大人は何でも理由をつけたがる。たとえ理由があったとしても、うまく説明できないし、説明したくない時もある。また今日も変わらない毎日の始まり。そしてこれが僕とミーが初めて会った瞬間だった。青い風の吹く高い丘の上、君と二人で見た未来を描いた大きな紙飛行機、風に乗せられてどこまでも飛んで僕の顔を見て、君は声を出して笑ったね。強い風が吹いて飛ばされた君の帽子を追いかけた。望んだ未来が来るのかって。何聞いてんの？何の話？今度話すぎちゃう。やめろよ。僕らが飛ばした希望の紙飛行機のことを、いつまでも君と話していられたらいいのに。完成と僕らの飛ばした未来が今日夕飯に呼べって見えるでしょう。お邪魔させていただきますよ。信じていたいんだ。完成と僕らの信じた未来がいつの日か来るんでしょう。それを待っているんだ。大人は何でも理由をつけたがるでしょ。あってもうまく説明できないでしょ。私は大人じゃないから理由いらないし。だからやめ。何？赤くなった空、それに染まる。私のこと見てるよ。何それ？全部見てて。僕らを無視して進んでいくんだ。僕らの時間だっていつの間にか進んでいる。君は進むべきで、自分が大人になっていくのを感じていた。君と二人で語った大切な未来だけが絶対に変わらないように。明日ね。完成と大人になった僕らが。見えるでしょ、変わらないでしょ、色褪せないまま。このまま世界が来てまでに続けてたら、あの未来はもうすぐそこに来てるでしょ。ずっとここにいればいい。僕らはでもまたきっと出ていくかもしれない。こんなことしたって何にもならない。
兄がいなくなった僕は何をしていいのかわからなかった。世界の果てまで逃げ続けて、そしたらまたここに戻ってくれる。じゃあここに目印つけといてやるよ。帰る場所、西の上がりを。紙飛行機は飛んで行く。今ミーのためにできることと言ったら、いずれしをつけて歌い続けることしか。これにしよう。オーディション？もう決めたから。オリジナル曲って書いてあるよ。うんってどうすんの？もちろん作るよ。誰が？バンド名はスヌ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 なんすかこれ、暗号かなんか言いにくい。ちょっといや大変言いにくい。あ、でもメンバーからメッセージ届いてるわ。はい、みーさんへ、花丸ありがとう。はい、行きましょう。閃光ライオット北海道地区代表スヌスムムリクで完成と